いや、あのね、仕事帰りにポケセン近くにあったピョコだから、行ったのよ。なんかなかなか行けないピョコだから、なんかあるかなって思ったら、なんか入り口らへんになんかピッピもらえますよみたいなのが書かれてて、まあでも、あれをペコーラもらったところでなぁと思いながら、もう前一回ちょっと、まあ見てみるかと思っていたので、そう、しかも書いてあったんだよね。なんか指を振るを一緒にしてもらえると、なんかもらえます、あげれますみたいな、もらえますよみたいな書いてあって、いや、指振る、と思って、いや、でも、はずくねえかなと思いながら、もう、いや、でも、もらうか、みたいな、もらっといたら、もらおうと思って、行ったのよ、普通に。すいません、つって、ピッピ欲しいです、つったら、はい、わかりました。それでは、じゃあ、指を振る一緒にしてもらいます、みたいな。それじゃあ、行きますよ。はい。と思ってたの。そしたら、6回ぐらいクソ長くて、もうマスクしてたんだけど、もう苦笑いっていうか、なんかもう恥ずかしすぎて笑ってたよね。もう目線合わないで、もうずっとこのピッ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 。いや、そしたらさ、すごいその後お姉さんがさ、素敵ですって、素敵です、はい、じゃあこちらピッピですって言われて、はいありがとうございますってすぐ出てったよ。